Howdy doody everybody, my name is Kev Gooey and welcome back to Psycho Pass Mandatory Happiness. なんでだよ。俺はただ最後の思い出が欲しかっただけなのに、どうしてみんな邪魔をするんだ。色相悪化、セラピーが必要なレベルだよ。どうしたのさ、ハルト。君は幸せじゃないの？うっせえな、黙ってろ。ねえ、もうやめよう。家へ帰ってみんなにちゃんと謝ろう。今ならまだ許してもらえるよ。 Yeah, good idea。 そんなに俺から逃げたいのか。ちょ、やめてよ、痛い。話したくないんだ、一緒にいたいんだ。あとちょっとだけ、そう、今夜だけ、二人っきりで。手を離して。私が嫌なことはしないって約束したでしょ。先に約束を破ったのはお前だろ。今日一日は俺と付き合うって言ってくれたのに、パトカーに助けなんか求めてさ。 Wait, how did she call it when you have her phone? もう嫌、うちへ返して。そんなに俺が嫌いか。だよな、ずっと前から好きなのは俺の方ばっかりで、お前はキス一つさせてくれなくて。けど俺たちしょっちゅう一緒にいたよな。なんで？お前にとって俺は何なの？お友達？アクセサリー？それとも便利な道具？なんとか言ってくれよ！ハルト、君は幸せじゃないんだね。Well, no, since you're getting chased by the popo. うるせえな！ぶっ壊されてるのか！僕は壊されるのは嫌だ。生きてるものはみんな自分を大切にするし、守ろうとする。そうだよね。Wait, hold on. Is this the same person that we saw in the beginning of the game?ああ、そうだよ。でも生きてたって楽しくねえよ。 No, not the guy. The voice of the robot. それは困る。ハルト、僕は君の役に立ちたい。君が幸せになれたら僕は嬉しいんだ。ねえ、ハルト、どうすればいい？だったら邪魔すんな！俺としおりを二人きりにしてくれよ！分かったよ、ハルト。僕はなるべく君に干渉しないことにする。でもさっき追ってきた奴らはまだ諦めてないみたいだ。公安局か。お前、奴らの動きが分かるのか。僕らの動きが奴らに筒抜けなんだよ。この街ではあらゆるところに監視の目が張り巡らされてる。僕らの痕跡を奴らが今も探り回してるのは感じるよ。なんとかしろよ。奴らに捕まったら終わりだ。わかった、やってみるよ、ハルト。君の幸せのためにね。ああ。なんなのこのホームセクレタリー、怖い。でも役に立つ。お前とも会わせてくれたしな。二人っきりだ、しおり。もう誰にも邪魔はさせない。もうちょっとだけ俺に付き合ってくれよな。はい。パトカーのナビシステムに干渉されちゃったみたい。マニュアル運転中に強制割り込みをかけられるだなんて、敵は相当できるクラッカーじゃないかしら。Wait, is that why the car suddenly stopped? Because the auto nav, stopped it? No, right? Sato Haruto たちの行き先は？それもさっぱり。GPS データも街頭カメラやスキャナのログもいつの間にか全部消去されちゃってたのよね。さすがの私もお手上げだわ。佐藤ハルトが
クラッキングを仕掛けたということか。だがプロフィールを見る限り、奴の情報処理の交差ポイントは決して良いものではなかったぞ。はいはい、しおりちゃんが協力してるってのは？だって二人とも仲良かったんでしょ？ Why would she help him? その可能性は低いと断定できます。松方しおりはこちらに助けを求めていました。また彼女の情報処理能力の交差ポイントもこのクラッキングができるものではありません。となると別の共犯者がいるな。佐藤温人に協力しているクラッカーがいると言いたいのか、鴻上。そうとでも考えなければ説明がつかない。問題は、助けて。お困りですか？厚生省アーバンサービスは市民の皆さんの健康な生活をサポートしています。 Well, there's a problem when she's yelling help me。そんなことより通報して、あなた公安局のドローンなんでしょ？何やってんだお前。トイレじゃなかったのかよ。何逃げてんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。重篤なストレス反応を検知しました。色素をチェックします。色素、シエンナ。速やかに専門の医療機関でメンタルケアを受けることを推奨します。ほら見ろ、色相チェックに引っかかっちまった。俺たちお尋ね者だけど、捕まりゃしねえさ。なあしおり、逃げても無駄だよ。っていうか逃げんなよ。助けて。騒ぐな、ひどいことしたくないんだよ。うわ、こじれてるこじれてる。大昔のドラマ見て。これが地上のもつれってやつ？これで終わり？映像は記録されてないんですか？記録されていません。消去された可能性が高いです。ただドローンのフェイスレコグニション機能は正常に作動し、音声データの識別も完了しています。いるかどうかわからない共犯者の話は後だ。一刻も早く佐藤温人を確保に向かうぞ。でもさ、どうやって探します？この町結構広いっすよ。 I listened to the audio repeatedly and tried to predict the suspect's next move based off his previous movements. With that in my memories, my mind began solving this puzzle. 彼は典型的な DV を起こす男性のパターンに当てはまっています。松方しおりを都市に連れてくる際に脅迫したことからもそれは明らかですが、この先暴力がエスカレートする可能性が高いとあんたは見てるのか？はい。早く見つけないとやべえってことじゃねえか。 Yep。 こういった男性は相手をコントロールしたがるため、自分のテリトリーから出ることを良しとしません。佐藤温人の生活圏内にいる可能性は高いと思われます。ああ。となると古典的だが、家宅捜査なり聞き込みなりで普段温人がよく行く場所を調べるのが早いな。そんな原始的な方法では解決に時間がかかりすぎる。佐渡海上市中のドローンを全て動員し、捜査範囲を広げるべきだ。クラッキング対策はどうするんです？問題ない。ドローンとの情報共有をリアルタイムで継続的に行い、監視網を形成する。敵が情報操作をする前に尻尾をつかむんだ。ああ、俗に言うしらみつぶしですね。聞き込み操作と同じくらいに古典的な手段だと思われますが、有効な判断です。古典的だと？はい。使用しているものが人間かドローンかの違いはありますが、刑事は足で稼ぐという古典的な言い回しを体現するような手段かと。ギノザさんも俺たちと同じデカってことか。
血を慎め。俺が貴様ら執行官と同じだというのか。ギノザ監視官、落ち着いてください。事件を解決する有効な手段の考案に監視官、執行官の区別はありません。俺は冷静だ。I don't think so. 私にはあなたが激高しているように見えます。ご自分の感情を正確に理解され平静を取り戻していただかねば、あなたの判断を信頼できません。俺の方が執行官より信用できないというのか。もう二人とも今は言い争ってる場合じゃありません。どうするか早く決めないと。こうしている間にも時間はどんどん過ぎていってるんですよ。そうだぜギノ、だいたいクガたちだって別にお前の捜査方針を批判したわけじゃないだろう。ならば俺の捜査方針に従えばいいだけだろう。いえ、二つの捜査方法は同じくらい有効だと判断しました。よって私はチームを二つに分けることを提案します。それいいですね。じゃあギノザさんはドローンの指揮をお願いします。私は正岡さんたちと聞き込みをしますから。わかった、いいだろう。オートナビを外した車も2台ある。それでクガたち、君はどちらにつく気だ。はい。Oh, I get to choose. I think Inquire is the door-to-door thing and Track is the drone thing. I want to do the drone thing. Sounds awesome. Yeah, let's do that. では、ギノザ監視官とともにドローンでの追跡捜査に加わらせていただきます。聞き込み捜査の方を評価していたのではなかったのか。言動の捏造はやめてください。私は同じくらい有効だと判断しました。聞き込み捜査の方が有効だと考えているのはギノザ監視官の方ではないでしょうか。いつ俺がそんなことを言った。かたくなに私が聞き込み捜査を評価しているとおっしゃるのは自身がそう判断しているが認められないことの裏返しから来る言動だと考えましたが。クガタツさん、議論はそこまで。出動します。カラノモリさん、クラッキングで破壊されたデータの修復をお願いできますか。 You want none of it. はいはい、できるだけやってみるわ。アカネちゃんも大変そうね。もしかしたらその子ラボ生まれなんじゃない。カラノモリさんってば。記憶はありませんが両親は存在しています。ラボおよび類似の施設で誕生した記録はありません。うわ、マジ冗談通じない系。もしかしてナデシコちゃんってドロイドか何か。擬態に乾燥したこともなく脳も生身のものです。私には人間らしさがないということでしょうか。ないない、マジ人形みたいだもん。なでしこちゃんに比べたらまだクニッチの方が人間らしいよな。それどういう意味かしら。あら、弥生は情熱的じゃない。 After seeing Enforcer Kunizuka's cheeks become a bit flushed, I looked at the floor for some reason, even though there was no reason to look down.ほら、シュウ、言い過ぎだぜ。俺らには分かりにくいだけで、クガタチ城だって、いろいろ思ってることはあるだろう。な、クガタチ城。I lifted my head up and saw Enforcer Tsurugi smiling at me. Did he understand something I did not? I wanted to ask him, but the case was more of a priority. ねえ、ふざけてないで、さっさと出動するぞ。オートナビがない以上、俺が運転する。構わないな。はい、お任せします。Alright, so this is good. The support inspector Ginoza sat in front, looking out the window. I noticed how much faster the car went without the auto navi as we sped past the urban scenery. 少しスピードを出しすぎでは。
法定速度内だ。外の様子も視認できている。問題ない。ギノさん、結構スピード強だよね。スピードを好む人間は社会から抑圧を受けているケースが多いそうです。今の環境にストレスがあるのでは。余計なお世話だ。国塚、ドローン網の展開はどうなっている？完了しました。システムの同期も順調です。クラッキングの形跡もありません。 That's good、よし、監視を怠るな。容疑者の車を発見したらすぐ知らせろ。了解。問題は俺たちがどこへ向かうかだが。それについてですが、現在佐藤春人の素行、成績などのデータから行動分析予測中です。なるほど。では考えを聞こうか、久我たち監視官。彼のこれまでの行動から予測されるのは、 Who gets to choose? Not sure. I'm leaning towards the fourth one because from what we heard, they wanted some alone time with her. I'm gonna end the episode here, everybody. We'll choose in the next episode, everybody. Oh, man. I hope you guys enjoyed this episode, everybody. If you guys did, then please slime that like button and subscribe down below for more awesome videos. Thank you, everybody, for watching this episode, and you will hear me in the next one. Goodbye!